大相撲令和3年1月場所は、2021年1月10日から1月24日までの15日間、東京都墨田区の国技館で開催されていた大相撲本場所である。新型コロナウイルス感染症流行に伴い、先場所の11月場所に続いて、人数制限をかけての開催となった。先場所優勝した大関、高啓生が綱取りに挑む場所とあって話題になった。 幕内十両赤文字は優勝力士の成績。優勝争いは西前頭筆頭の大栄賞が初日から8連勝と、自身初の中日勝ち越しを決め、中日時点で単独トップに立った。この時点で1敗はおらず、2敗で大関、正代、平幕の名声、霧馬山、秋瀬山の4人が追う展開となった。また、大栄翔は出場している。 役力士7名をすべて破る快挙を果たした。大栄翔は9日目にここ数場所苦手としている。宝富士には焚き込みで破れたほか、11日目には大野翔にも破れ、2敗に交代。11日目時点で2敗で、正代、大栄翔が並び、3敗で、大関、朝野山と平幕、明星が追う展開となった。12日目には大栄翔は、明星と対戦。 土俵際まで追い込まれるも、辛くも勝利。正代も、竜電を、危なげなく、破る一方、朝の山は照ノ富士に破れ、4敗に交代。2敗で、正代、大栄翔が残り、3敗は、不在となった。14日目、大栄翔は玉鷲を叩き込みで破り、2敗を守る、一方、正代は照ノ富士に、激戦の末破れ、3敗に交代。再度、 大栄翔が単独トップに立った。先週楽、大栄翔はここまで7勝7敗と勝ち越しがかかる沖の海を突き出しで破り、優勝が決定した。正代は先週楽結びの一番で浅野山に敗れ、4敗。両大関と関脇照ノ富士が11勝4敗と優勝時点となった。綱取りが注目された高景勝は初日から4連敗となった。 9日目時点で日勝7敗となり、10日目より休場した。角番の正代、朝野山は、それぞれ10日目、11日目に勝ち越しを決め、角番を脱した。横綱審議委員会より注意決議を受けた両横綱は、白鵬は新型コロナウイルスに感染したため、休場を余儀なくされた。角竜は、腰椎滑り症による腰痛の影響で休場となった。このため、 三場所連続、横綱が初日から休場という事態が生じた。三章は、役力士を総なめにした、大栄章の主勲章が、条件なしで決定。関東章は35歳の再入幕で14日目、時点で9勝5敗と星を伸ばした秋瀬山と、再入幕後に、初の勝ち越しを決めたことの若が、共に、千秋楽の勝利を条件に受賞対象となったが、どちらも敗れ、 関東賞受賞者は不在となった。技能賞は、照ノ富士と新入幕の緑富士が、千秋楽の勝利を条件に受賞対象となり、どちらも勝利し、技能賞受賞が決まった。また、大英賞も優勝を条件に受賞対象となり、こちらも優勝が決まったこともあり、技能賞を受賞。一場所で三人が技能賞を受賞したのは、史上初のことであった。また、 緑富士は勝利した9勝のうち5勝が片透かしによるものであったことが話題となった。照ノ富士は両大関を破る活躍を見せ11勝4敗で場所を終えた。先場所の13勝と合わせ3月場所は大関取りとなる。ありがとうございます。